成沢俊介と言います。網膜色素変性症という病気で、今は光のみを感じれる程度の視力です。視覚障害の友人がボクシングジムに体験に行ってきたと言われて、いやそれは面白そうだな、いいパンチができたらやっぱいい音が鳴る、そしてそこにいい感触があるので、この音と感触で人を頼らず、その自分が楽しいなって思えるのはとても大きいなと思いました。サンドバッグでやって、うわ楽しいな、ミット打ちして楽しいな、でもスパーリングでパンチ受けてバーッと驚いて、ああちょっとやっぱなかなかむずいのかなと思った時に、光入れたらいいじゃんってアイデアだけでいけそうな気がした時に、あ諦めないで済んだっていうのは興奮めいたものが僕の中にはあったなと思います。開発メンバーの筒井彩香です。ロービジョンボクシングでは体にいくつかのライトを装着します。胸のライトでは相手の体の中心位置を、グローブに円周状に取り付けたライトではパンチの動きを、すね当てに縦に取り付けたライトでは相手のキックが分かるようにします。請願者が参加する際は見え方が変わるゴーグルを装着します。約20年ぶりぐらいですかね、なんか自分のその見えてることを思い出すというか、なんかいつの日か、なんか見えなくても楽しめるスポーツをとか、見えなくても傷つかないような人生を僕は歩んでいったところがありましたけど、なんか光見えてて、あこんな動きできてちょっと楽しいなみたいな、ここの光取れるな、あこっち側の光よく見えるなってなった時に、この自分のその まだ見えている、こんなにも見えているっていうのを感じさせてくれたのは大きな経験だったなって強く思います。はい、キックボクシングをやりたいっていう人がいて、でもキックボクシングができない、例えば目が見えないから他のジム行ってもダメとか、だそういうのはなくしたいですよね。僕は世界一明るい視覚障害者というキャッチコピーを持ってます。だこの世界一明るい視覚障害者がこの光るキックボクシングっていうのをこの作っていくっていうのは、世の中にいいメッセージをお届けすることができるんじゃないかな。できそうなものをできるカードの中から選ぶ人生よりも、やりたいなって妄想するカードを増やしていく人生の方がやっぱ面白いなと思うので、受け身になってやるんじゃなくて作る側に回っていく人たちがどんどん増えることをとても願っています。